んにちは、トマペ知識認定コーチの西村真由美です。今回はアファメーションの作り方についてお話しします。このアファメーションの書き方のルールっていうのは、正式には TPIE ディプロマっていうクラスの方で教えてます。こちら私が習った時は31万5千円でした。しっかりとどういった理論でっていうのを教えてくれるので、ちゃんとやりたいなっていう方はそちらのクラスも参加してみてください。私この書き方のルールっていうのを覚えたのは、神田正則さんの本が初めなんです。非常識な成功法則って本だったんですけれども、で最後に友別博士のコンフォートゾーンの作り方っていう本を読んで、でその本の書き方が一番詳しくてしっくりくるので、でその本のコピーを取って、ここのところずっと大事に使ってます。